今日はリハーサルですか？そうですね、リハーサルというよりライティング作り、うん、ライティングの機械を下に持ち込み、そこでプログラミングして、でそのコンピューターでシンクさせて本番で出すと。なるほど、はい、そんな中ありがとうございます、うん、まあ、ちょっと昔の話から始めますけどそもそも自動車好きになった理由って何なんでしょう？僕らの年代ですよね。まあ加藤さんもわかると思うけれど、51年生まれなんですけど、まだマイカーっていうのが夢の夢の時代で、それがあれよあれよという間に15年ぐらいの間にマイカーが普通のことになっていくわけですよね。その時代を生きてる人なら多分みんな車好きだと思いますけれど。最初のお宅にあった車って何だったんですか？うちにはなかったです。あ、そうですか、はい、でも祖父のところにその進駐軍の仕事をしていたので、払い下げのクライスラー300があった。あとはうちのおばだけが免許を持っていたので、おばがヒルマンを持っていました。増田さんの最初の車ってカローラでしたっけ？そう、自分で買ったのはね、自分で買ってもらったと言った方が正しいけれど。それカローラは自分で望んで？当時はカローラにしようかサニーにしようかって迷った記憶がありますけれど、当時付き合ってた彼女がカローラのディーラーの娘だったんで、いや、大なしにそれになりました。気に入られたい感じ。そうね、その車買った直後に振られましたけど。例えば、はい、今までいろいろお乗りになってますけど、一番印象に残ってる車って？まあでもやっぱり最初の車は印象に残ってますよね。最初に買った輸入車がアウディ100だったんですけど、73年ぐらいかな。それも覚えてるのは、その僕が200万ぐらいしか持ってなくて、残りの100万をうちのかみさん、まだ結婚してなかったんですけど、に借りて、それを表参道の一番上に富士銀行があって、そこに土曜日に下ろしに行って、1回10万ずつしか下ろせないんですね。で僕らの後ろにすんごい長い列ができてものすごい貧しくものだったから、すごい覚えてますね。今まで手放しに行った車で、はい、もう一回あれ失敗したなとか思う車ありますか？あ、全部ですよ。全部全部全部もう一回乗りたいですね。なんかどうなんだろう、なんでって当たり前なんだけどね、車屋さんじゃないんだから。でもやっぱりそれぞれの車に思い入れがあるし、全部あったらよかったなと思いますけどね。音楽や映画でなんか車絡みで印象に残ってるシーンとかってありますね。それはオードリー・ヘップバーンが出てるやつで、なんだっけな、 いつも二人でっていう映画だったと思うんだけど、最初は貧乏で、フィアットだったかなの、フロントに多分カメラを設置して、こういうアングルでドライバーとコードライバーを映してるんだけど、それがこうリッチになっていくと SL に変わるわけですよね。そう、そのシーンがすごい印象に残ってますかね、映画だと。ドライブミュージックってどんなものを聴きになるんですか？これはその時々だな。なんか決めるってことはないし、時々聴きたくなって、今だとね、iPhone で iTunes から聴きたいもの出せるし、まあなんとなく音楽聴きたくなった時はもう僕はラジオなんですけど。昔我々の年代って自分でカセット編集したじゃないですか、あんなことやっぱり増田さんもやりました、ね、あれはね、うちのかみさんがやってた。でかみさんがいつも やるのは毎年苗場でコンサートがあるんだけど、それを車で移動するんですよ。
昔はあの関越がなかったからもう5時間6時間かかって行ったんだけど、まああの鍋釜っつんで、であの彼女がカセットテープでその苗場行きっていうタイトルの音楽を作って、でそれで行きましたね。だからなんか特別思い入れのある曲はありますよ、その時。それなんで、何か教えてもらえますか。シュガーシャッフルっていう曲なんだけど、タイトルはわかんだけどアーティストの名前忘れちゃったな。はい、それが一番思い出の曲ですか。そうね、なんかあの雪山が見えてきて、ちょうどそのシュガーシャッフルがかかるとものすごくいいんですよね。三国峠を越えたあたりの手前かな、あの水上月夜のからこう抜けてくところですね。マシアさん、ヒストリックかクラシックかはご自分で所有しようとはあまり思わない。泥沼だからね。泥沼になりますよ、僕の性格から言って。バリアしてるかね。そうね、あの一時期ロサンゼルスで、あのリンカーン、古いリンカーンが街角に止めてあってフォーセールって書いてあって、意外に安かったんですよね。あのこういう目の、あのケネディが暗殺された前の形なんだけど、あれすっごい子供の頃に憧れた車だったんで、あれ買ってたらそこからこういろんなもう止めどなく古い車にだろうなと思いますね。あの音を見返しまた4月にやるんですけども、うん、なんか期待するものってありますか。そうですね、あのモーターショーにはない何かこう車とのインティメートな感じっていうかな、それはすごく感じるんですよね。であと車関係者、そのセールスも含めた、なんかこういろんなものがこうごった混ぜになって、そういう意味では、あ、なんか日本のショーってこうなってもいいのかなみたいな感じはしますよね。なるほど、ありがとうございました。以上以上